こんにちは。今回は LINE スタンプ街角のお姉さんからこちらグレイトの紹介でございます。日本語版はですね、すごいでございました。で、まあグレイトの他にもですね、まあ人をですね褒める言い方が、英語圏にはたくさんある。まあ、このすごいのですね、イングリッシュ版を決めるときにいろいろな言い方があるなと思いました。英語圏にはいろいろな、日本語よりも、人を褒める言葉が多く存在するという、話を思い出しました。というようなことをおっしゃってる人もいるみたいです。で、Awesome とかですね、Good, very good とかですね、beautiful とかですね、いろいろあるんですけれども、その中でも great がですね、日本人にも親しみやすくて、すごいといった時の、英語の表現にも近いものがあるのかなと思いまして、今回 great にさせていただきました。ということで、LINE スタンプ街角のお姉さんからグレイトの紹介でございました。失礼いたします。